キヨスソーネ東洋美術館は、イタリアのジェノバ市にある東洋美術を主とする美術館である。ジェノバ東洋美術館とも表記される。日本の招きにより、お雇い外国人の一人として、明治8年1月12日に来日した、エドアルド・キヨスソーネは、大倉省印刷局に着任、主に偽造防止の紙幣制作の指導などにあたる、傍ら、 その多くの給与から多くの日本美術品を収集した。それらの展示のために設立されたのが、清子総根東洋美術館であった。当初、アルフレード・ルグソーロにより、1905年にリグーリア美術学校の3階の美術館に設置され、1940年までこの建物において開館していたが、1940年の第二次世界大戦復刻の直後、 キヨスソーネ東洋美術館は、ジェノバ市の責任、負担のもとに疎開、大戦後には、キヨスソーネの遺言通り、市の所有となっている。その後、ジェノバ市は、キヨスソーネの遺言に従って、コレクションを高級的に保存するのにふさわしい建物の設計、建設を審議した。その結果、建設予定地は、ビレッタ・デ・ネグロ公園内に、決定。 1953年に建設に着工をし、1970年に完成している。そして、翌1971年5月7日に開館、以来、広く一般に公開されている。自らが同版画家であった彼の日本美術品コレクションは、約1万5千点以上に上り、浮世絵版画3269点、肉筆浮世絵286点余りのほか、 大仏像、甲冑、絵画、陶器など多岐にわたっている。ありがとうございます。